大乱闘スマッシュブラザーズ X、 イエー、おはようございます。ティラタ回します。大乱闘スマッシュブラザーズ X 2回目になります。前回私はね、失態を犯してしまいました。あれカビアン、はい、どうも全部の回数において終点のね、つっかえのところにね、ファイナルカッターが引っかかるというね失態を犯してしまいましたそんな中ね、私今回ですね、やろうと思います。やっぱスマブラ X を代表するモード、悪夢の使者があるんでね、これやっていきたいと思います。骨太アクションゲームって書いてある、骨太ややるか。どんな感じなんだろう。名作だからね。初めから続きから、続きはないよね。見てみよう。エンプティー。はい。初めからやろう。いや、どんな感じなんだ。あ、ティラ。お名前ティラです。よろしくお願いします。はい。優しい、普通、難しい、とても激ムズ。前回の動画を見ていただいた方にはわかるんですけど、まあ、あの低たらくなんでね。普通で行きましょう。激ムズとかやってたらこのゲームが終わんなくなっちゃうんでね。普通でまず、ストーリー楽しみたい。ストーリー。そう。ストーリー楽しみたいの激ムズで初回からずっと積んでたら意味ないからね。普通で行こう。うん。お！え、なになに？今のスマブラこんなないじゃん。え、なにこのムービー？あのスマブラ X こんなんの？スペシャルとかない？おー！この頃のゼルダってこれか！ゼルダピーチ。なに？アニメみたいなの入ってんだけど。この頃のゼルダってこんなんなの？あ、そっか。あの、フィギュア、そうだよね。この世界キャラクターじゃなくてファイターの世界だもんね。そのフィギュアが出てくることによって、おー、カービィこの頃こんなんかこの頃カービィこれかね。フィギュアがね、召喚されることによって、え、何、あ、どっちか選べるんだ。あ、こうやってストーリー沿ってキャラクター選べるの。あ、まあ、私はカービィで行こうかな。いや、でもカービィ前回あれだったしな。カービィかなちょ、待って待って、あ、待って、もう始まった。もう始まった、始まった、始まった。この野郎、ほら、おい、どんな気持ちだ、ほら、攻めた、攻めた、攻めた、勝てるぞ。下手に守ると負けるから。前回の城からちょっと練習したからね。前回の城から練習してるよ、ちょっと楽は。ほら、攻めろ、攻めろ。コンピはね、守りに入っちゃうとね、守りに入っちゃうと負けるから、ガンガン攻めよう。なんだ？なんか右になんか書いてある。あれストックかな、自分の。よっしゃ、カビもう決めれるよ。はい、はい、はい。お、どうすんねん、おい。お、どうすんだよ、ほい、オッケー、当たった、よし、ゼロパー宣言、ありがとうございます。完璧、ゼロパーで勝った、完璧よ。まあ普通の初めだからしたそんなもんだよな。激ムズだとこれ積んでたりしたのかな。お、ピットえ、いちいちピットって出んのが、あ、へえ、ピットの世界にこんなテレビが、あれ、こんなシーンだったっけ俺らもっと圧倒してたよね。あ、なに、倒れるとそういうまた扱いなんの？ああ握手してる。へえ、いいな。なんか見るだけでもすごい、なんか見るだけでもすごいなんか楽しい。あ、戦艦ハルバートじゃないの、あれ。なになに、世界が闇に包まれてる。戦艦ハルバート、なに、なんかメタナイトの戦艦、そんなことせえへんやろなになに？悪夢の使者、なんか SP にも一応アドベンチャーモードみたいなのあるからね。今回の敵キャラってことなのか？いや、ピーチゼルダはテレポート。あ、なに？これ誰か、お、選べるんだ。もう一度ってなんだろう？初めからやるってことかな？誰か選んで、さっきの敵に立ち向かうと。せっかくだから姫のお二人にしたいな。はじめゼルダ、2番目ピーチみたいな勝ち抜きになるの。あ、そうだ、勝ち抜きだ。飛ばせ飛ばせ、楽しい奴ら、これ、飛ばせ飛ばせ飛ばせ俺あれだ、軍団戦みたいなやつ。飛ばせばいける。ちょっと待って待って待って、数多くね、数多くない？君たち。この頃のちょっとゼルダわかんねえな。この頃のゼルダわかんねえ。全然わかんないんだけど。ほら、結構強いぞ。なんか変な弾送ってんだけど、あいつ。敵多くない？ちょっと待って待って待って。スマブラの世界1対1じゃないのこの野郎、スマッシュで飛ばせ、スマッシュスマッシュスマッシュで飛ばせ、とりあえずとりあえずスマッシュだ。なんだあいつ、
なんかある。なんかある。なんだあの雲のキャラ。これも敵キャラ？あ、敵キャラなんだ。スパーって書いてある、上に。プリム。あ、敵キャラの HP とかが書いてある。HP を削るのか、吹っ飛ばすんじゃなくて。あー、ゼルダ？あ、負けた。ゼルダ！ゼルダ！うわー、ゼルダ！うわー、ゼルダ！うわー！いけ、ピーチ！いけ、ピーチ！この頃のピーチはどんなんなんや。全然わかんないんだけど、キャラ。キャラ特性は理解してないんだけど。カービィで練習しただけだからさ、全然理解してないぞ。他のキャラは。とりあえず、倒せるやつから。HP を削ってけ、HP。こういう軍団戦なの？悪の人ただ飛ばすだけじゃなく、こういう敵キャラとの戦闘もあるのか。いいぞ、でも。勝ててる。あと、何体だ？結構、骨太にやるんだな。普通でも強いな、なんだったら。でも、HP を削るだけだから。頑張れ。ちょっと待ってね。お、なんや、飛んだ、飛べ、ピオリム、ピオリムみたいになった。飛べ、よくわかんないけど、飛べ。くらい。お、いいぞ。なんかよくわからんけど、買った。何？エンシャント教。なんだ？新しいファイターか、君が。エンシャント教、新しいファイターか。お、ロボット、こんなの何してんの？え？どんどんなんか話が、セリフとかなしで進んでいくんだね。3分以内に。なんかセリフとかなしで一応進んでいく。なんかアニメーションみたいな。そう。なんか、ちょっとした声はあるけど、基本的には、セリフとかなしで進んでいく感じなのか。あー、飛ばされた、負けた。マリオは負けた。え？ボスパック？カービィ？カービィ？これカービィじゃん。俺の練習した成果見せるぞ。え、ちょっとカービィいけるか。カービィいけるか、お前。お前ファイナル勝ったら死んだらけや。あ、避ける。敵の攻撃見て避ける。あのスマブラ X のなんかガレオみたいな感じだ。懐かしいな、ガレオム。ガレオムと同じだ。敵の攻撃を見て、与えていこう。飛ぶ、避けろ。あー、カービィ、うわー、カービィ、頑張れ。カービィ、頑張れ。空上こすれ。カービィ。おー、よし。頑張れ。結構強いな、お前。待って、お前結構強くね。結構じゃねえか。避けろ。おー、よし。頑張れ。おー、急い、避けろ。ちょっと待って、難易度高くなっちゃった。普通かこれ。ちょっとこれ本当に普通なの、この難易度。危ねえ、ストーンでやり過ごしたぜ。あー、やった、よし。え、これ本当に普通の難易度、普通になんか難易度高いんだけど、普通の割には。突然なんか始め、あ、何？ワリオ。あ、でもよく考えたらゼルだらけだよ。ピーチは？ピーチどこ行った？そういや。あ、ピーチ！なんだその銃。ワリオそんな銃なんて使わないだろ。バイクじゃなかったのか。お前が使うのは。ワリオそんなことせえへん？おお！あれ、フィギュアになった。あー、確かに。姫を担いで持って帰るよりその方が早いか。あ、あれ？そういや忘れてたな、そんなの。そういえばそんな爆弾ありましたね。ボスパックに全てを奪われて、なんかボスパックになんか全て奪われてるのが、あ、ワープスターあんじゃん、カービィ。カービィ、ここでもワープスター使うんだ。スマブラ X でも使ってるからね。ステージクリア。急にステージクリアにしちゃった。はい、天空界。さっきピット、そういや試合見てたね、ずっと。何？おー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 、スマブラ X でクソキャラ扱いされてるババじゃなくてパルテラさんじゃないか。スマブラ SP でね、強キャラとして扱われてるパルテナおばさんじゃなくてパルテラ様。そうか、この世界、この作品ではパルテナいないもんね。神々しいな。スマブラ SP と大違いだ。ピットは X からの出演ですね。確かに。いや、なんか、その身の投げ方はあんま良くないんだけど。
ピットか。でもワンチャン天空界から始まってるからピット操作するのかな。それができないのか。あ、下。あ、こういう感じ？なんか64のステージにあったやつだ。俺カービィしか練習してないからな。だからこういう時にいろんなキャラを使えるようにしとかないとダメなのか。へえ、こうやって下に降りていくステージ、わ、アクションゲームっぽい、いいな。扉に目指して進んでいくのね。はい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 、なるほど、動き方のチュートリアル。ああれです、ピット戦戦艦ハルバート、メタライトの戦艦、そんなことするかな。にしてもあ、例のさっきのだ、めっちゃばらまくやん、ちょっと。めっちゃばらまくやん、ちょっと悪玉菌みたいなの。その悪玉菌めっちゃばらまきますやん。え、何の作品の敵だろう。でもこれスマブラオリジナルかな。お、これやるやつだな。よし、任せろ。おー、来た。おー、先制攻撃なんてずるいじゃねえか。おい、先制攻撃なんて どの面下げて先制攻撃するんだお前。いいぞ。いや、よくわかんないけど、スマッシュ振っとこう。普通なら。でも普通でも結構攻めてくんだね、こいつら。いけいけ。いけいけいけ。大丈夫、大丈夫。先に進んでいくの。なるほど、アクションステージ。なんかデラックスにも一応あったんだよね、なんかこのアクションステージみたいなのは。だからそれが X で本当にアドベンチャーとして加わった感じなんだ。あ、これスルーできる。ガンガンスルーしちゃえ、こんなの。スルーしちゃおう。ベルトスクロールアクションだけど、スルーはできるんだ。よし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 。走れ走れ。先に進んじゃおう。お、来た。これは、倒さんだから、ギラーン。うわ、ギロチン持ってるよ。あー、ギロチン持ってる。なんだこいつ、強そう。ギロチン持ってんだけど。なにこいつ。こんにゃろ。こんにゃろ。よし。そう、1ストック17で死んじゃった。1ストック17で失ったの痛くない？すぐ死んでった。あ、雲の中に埋もれてるぞ、マリオが。急に走馬灯みたいな埋もれが入ってきたな。そういえば、スマブラ SP も初めはカービィから始まって、その後マリオだったもんね。マリオはちょっと後だね。あ、やった、マリオ操作、マリオの方が一応いいかな。こんなゲームがあるってすごいけどな。あ、やばい、下に降りる。なんだ、今の。あー、これ避けるやつだ。絶対避けるやつだわ。よっと、おー、なんだ、敵？敵なのこれ。避けろ避けろ。とりあえず下に降りるんだ。なんかどうしてもね、なるほどねしか言えないね、このゲームって。今までなんか僕がやってきたゲームがドラクエみたいにちょっと考える余裕があるんだけど、アクションゲームだもんな。アクションゲームの実況って難しいっすよね。そんなことを僕は思ってます、いつも。アクションゲームの実況ってね、なかなか難しいもんでね、その単純にアクションのことだけを言うんじゃなくね、ある程度ここはこうするんじゃない、ここはこうする、そう、ここはね、上スマするみたいな。あ、ハンマー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 あるよ、あそこ。やった、最強アイテムか。頑張れ頑張れ、ちょっとちょっと登れ登れマリオ登れマリオ登れマリオ、ちょっとちょっと登れマリオ。何もできなかったな。あ、なんか扉今あった。これ落ちてくんのか。落ちてくるからこれに上を入って入る。あ、何？ボーナス部屋みたいなの来た。紙。あ、上に上がってる、上に上がってる、上に上に上がってたよ。ちゃんと。上に上がっていこう。何もないよ。あ、で、下に降りるわけか。単純にボーナス部屋だったのか。おお。うわ、普通にアクションゲームとしては難しいな。え、アクションゲームとして完成されてんな。対人とはまた違うプレイ技術が要求される。これは戦わなきゃいけないやつ。マリオ頑張れ。マリオ頑張れ。いける。マリオいける。スターロット、スターロット。うわ、頑張れ。マリオ頑張れ。よし、ちょっと待って、敵が結構じゃないか、君たち。結構じゃないか、ちょっと敵が結構普通に強いんだけど。敵の攻撃ちゃんと覚えないとダメ、これ。ガンガン攻めてくんね、みんな。昔のベルトスクールアクションだとね、あ、ちょっと待って待って、普通に殴ってくんだけど、ジャンプしてくんだけど。昔のベルトスクールアクションのさ、1対1体しか攻めてこなかったもん、結構昔。あ、なんか溜めてた今、危ない。ちゃんと予兆を見て処理していこう。なんやこれ、これ、なんやこいつ、なんやこれ、なんだ、おわ、おわ、
え爆弾だった爆弾だった、知らなかったわなんだこいつ、あ、こいつ見たことある、なんか 3DS にいるわ、 3DS にいるぞこいつ。デスポット頑張れピット、マリオがまさかの自爆してしまったからあ、黄色、これはなんだ、ゴール、おお、いったいったいったいた、マリオ、マリオお前いなかったよ、マリオ上に飛んでったよ君マリオ上に飛んで、あ、何今の、何、ああ、一応このステージはクリアなんだね。なるほど。